負けることがあっても、やはりこういった粘り強いプレーをしているとですね、やはり今シーズンを通じて、いろいろな意味でジョコビッチの強さが引き出されていくんですよね、はい、相手にもプレッシャーになっていきます。まあ、このシーズンはもうほぼジョコビッチのシーズンといって負けることがあっても、やはりこういった粘り強いプレーをしているとですね、やはり今シーズンを通じて、いろいろな意味でジョコビッチの強さが引き出されていくんですよね、相手にもプレッシャーになっていきます。まあ、このシーズンはもうほぼジョコビッチ。